一から学ぶ中学受験算数。今回は第16回日の丸2をやっていきます。今回の日の丸2ではいよいよ日の文章問題をやっていきます。日の文章問題、とっても大事な考え方があるから、ポイントをね、今日は主に2つ皆さんに伝えていきますので、その2つのポイントをしっかりと押さえていってください。ちなみに今回の授業のプリントに関しても動画の概要欄から印刷できますので、印刷できる人はぜひ印刷して学んでみてください。では早速問題を今日はやっていきましょう。例1、縦と横の比が3対4になるように長方形の紙を切ります。縦の長さが27センチの時、横の長さは何センチですか。はい、今回3対4っていうね、比が出てくる問題です。長方形の紙を切りますと書いてるから、長方形の絵をね、先生はここに書いてます。この図の中に分かってることをちょっと書いてみましょう。その時に分かってたのが、縦と横の比が3対4って書いてあったから、縦を、はい、ここに3、そして横が4と書くんだけど、ここ皆さん覚えてください。比を書くときは普通ね、単位が比ってなかったよね。3対4の3にも4にも単位がありません。だから単位がない特別な数字、ちゃんと比だよって分かるように丸で囲んで表しましょう。だから縦のところに丸3、そして横のところには丸4と書きます。この比の書き方ね、ぜひ今回知らなかった人はしっかりと押さえてください。そして縦の長さ、今比が3って書いてるんだけど、これってもう27センチで分かってたよね。ここに書きます。この比の3っていうのは27センチのことです。はい、ここまでね、問題に出てきた数字をすべて書き込みました。そしたら解くポイントは何かって言ったら、一番上にね、赤色で書いてます。ポイントは比の1っていうのがいくつ分の大きさかをしっかりと出すっていうことがね、比の文章問題では解くときに非常に大事です。今比の3が27センチって分かってるよね。こっちに書きます。比の3が、これは27センチ分です。はい、ということは比の1っていうのが何センチ分かっていうのが、これ計算できそうだよね。イメージとしてはね、塊3つ分、3つの塊が集まって27センチということだから、1つの塊は何センチ分かというね、イメージで計算をしてください。つまり27センチを3等分したらね、1つ分の塊の長さが出そうです。27センチを3等分して比の位置は9センチと出しました。こんな風にね、比の位置がね、いくつ分かっていうのをしっかり出すことが大事です。ここまで出たらあとは簡単。今回は横の長さを知りたかったんだよね。横の長さは比で言うと丸4でした。つまり横の長さは、と言ったら丸1が9センチだから、丸4はって言ったら、そう、9センチを4倍すればいいね。9センチを最後4倍します。4倍すると36センチと出ました。はい、ということでね、今回の答えは36センチ。もう一度言うよ。ポイントはね、比の1っていうのがいくつ分かっていうのを出すっていうことね。次の例2でもね、そのことを確認していきましょう。じゃあ次、例2。120枚の折り紙を姉と妹の2人で分けるのに、姉と妹の比は3対2になるようにします。姉の枚数は何枚ですか。と今回もね、簡単に問題に書いてあった比をね、しっかりと整理しましょう。ではこの下に書いていきます。はい、今回は姉と妹の2人がいて、
比が3対2と分かってたんだね。はい、こんな風にね、比はしっかりと丸で書きましょう。そして120枚っていうね、数字が出てきてたけど、この120枚って何だったかって言ったら、これはそう、姉と妹の枚数を合わせたら120枚っていうことだね。はい、ここに書いておきましょう。姉と妹合わせてって分かるように、こんな風にふにょりんって書いておくね。姉と妹合わせて120枚。はい、こういうことです。つまりこの120枚っていうのは、比で言うと、そう、姉の丸3と妹の丸2を合わせた比の大きさだよね。つまり3と2をね、合わせればいいんだから、この120枚っていうのは、比で言うと、そう、合わせて丸5っていうね、比になります。ということはね、わかりました。比の5が120枚っていうことだね。はい、では分かったことこっちに書いていきます。比の5っていうのが120枚。つまり、はい、今回も比の1っていうのがね、いくつ分かっていうのが出せそうです。いいかな。比の5が120枚だから、比の1はって言ったら、そう、120枚を5等分すればいいんだね。120枚を、はい、5等分します。計算すると24枚と出ます。ここまでいいかな。そしたら最後求めるのは姉の枚数でした。姉って比でいくつ分だったかって言ったら、そう、姉は丸3だったね。はい、では最後、姉はと言ったら比で丸3でした。比の1が24枚だから、比の3はって言ったら、そう、24枚を3倍すればいいんやね。24枚を、はい、3倍します。計算すると72枚ということです。はい、ここまでいいでしょうか。こんな風にね、比の文章問題が出てきたら、比の1がいくつ分かっていうのをね、出すっていうのをまずは考えてください。では最後の例題です。次の例題はね、ちょっと変わった問題、読んでみるよ。例3、次の時A 対 B 対 C を最も簡単な整数の比で表しなさい。括弧の1番、 A 対 B は4対5、 A 対 C は5対3と。今回問題として出てきてたのがね、 A 対 B 対 C っていう風に3つの数をまとめて比で表してくださいっていう問題。こういう問題のことを、名前がついててね、よかったら覚えてください。こういう比のことを連続する比と書いて連比と読みます。いいかな。こういう問題はね、連比と言います。でね、こういう連比の問題が出てきた時のとっておきの簡単な解き方があります。はい、ここポイントで書いておきましょう。連比の問題が出てきたら、はい、これはね、表を書いて整理しましょう。表で整理します。表といってもね、全然難しい表じゃないからね、一回見たらね、皆さんぜひ覚えれると思いますからね、しっかりここ覚えていきましょう。じゃあ書いてみるよ。表の書き方はね、 ABC3 つの数が出てくるから、まあ、まずは ABC と、はい、順番に書きます。そして出てきた分かってた比がね、 A と B が4対5って書いてあったから、そのまんま A と B の下に4、そして5と書いておきましょう。はい、 A と B は4対5と見やすくなったね。そして A と C の比が5対3と書いてました。だから次はその下の段にね、 A のとこに5、 C のとこに3と書きます。 A のところに5、 C のところに3と。はい、ここまでいいでしょう。はい、そしたらね、今からこの2つのね、比のことからA 対 B 対 C を出すんだけど、どうやってね、ここから出すかって言ったら、ポイントはこれです。同じものの比を最小公倍数にする。
今この2つの比を見ると、そう、 A については上は4、下は5と書いてあるね。今 A がずれちゃってます、数字が。だからこのずれた数字の比を、そう、4と5の最小公倍数、つまり4と5の最小公倍数って、よいしょ、これはその通り20ですよね。こんな風に分かってる2つの比を最小公倍数に揃えます。そしたら他の B と C はどうなるか、まず B を考えましょう。上のこの4対5っていうのを見ると、 A の4だったのが、はい、今ね20になるんだね。4が20になるってことは何倍になってるかな。そう、これね5倍になってるよね。書いておきます。ということは比っていうのはね、同じ数で割ったりかけたりしてよかったよね。今 A を5倍したんだから B も同じように5倍しましょう。はい、同じように B も5倍します。はい、B を5倍するとその通り、これは25なるよね。ここまでいいでしょうか。そしたら次 C はじゃあどうなるかって言ったらね、ここ気をつけてほしいのが、 C はねこれ5倍じゃないよ。なんでかって言ったら、 C3 ってここ書いてるけど、その時 A っていくつだったって言ったら、 A って5だったよね。5ってなってた A が今20になるんだから、5が20になるってことはこっちは何倍かな。そう、これね4倍だよね。こっちは4倍、ということは A を4倍してるんだったら、その相方の C も同じ、こっちは4倍をしないといけないってこと、こう気をつけてください。そうすると3を4倍してこっちは12となるよね。ということで答えは20対25対12と、これが答えになります。はい、3つの数ね、まとめて同じ数で割ることができないからね、今回これが答えです。いいでしょうか。もう一度言うとね、連比の問題は表で整理して分かってるね、同じ比をこれを最小公倍数に揃えるということです。じゃあ次の過去の2番も同じようにやっていきましょう。過去の2番はね、 A 対 B は1対2、 B 対 C は3対4と分かってます。では先ほどと同じように表で整理します。はい、A、B、C と書いて整理していくよ。はい、もう分かりそうな人はね、一旦動画を止めて自分で書いてもらっても大丈夫です。A が1対2と。分かってます。そして、B 対 C が3対4だから、その下にね、B 対 C は3対4と。はい、書いておきましょう。はい、ここまでいいでしょうか。では今回、分かってるね、2つの比って何かなって言ったら、そう、これは B について分かってるね。B が上の比だと2、下の比だと3です。つまり2と3の最小公倍数。そう、これは2と3の最小公倍数は6ですね。はい、B を6に揃えましょう。じゃあ A はいくつになるかって言ったら、上の比ね、1対2の B の2が今6になりました。つまりこれは、はい、何倍になってるかって言ったら、そう、これ3倍になってるよね。だから同じように A も3倍します。1を3倍しましょう。3倍すると3になるね。はい、じゃあ次 C もいきます。 C はと言ったら、 C の相方の B はこっちは3だったよね。お気をつけてね。 B が3だったのが今回6になってるから、下の比はね、これは2倍されてます。ということは C はこの4はね、同じように2倍をして、今回 C は8と分かります。今回3、6、8、どれもね、同じ数で割れないから、答えは3対6対8というのが答えです。はい、ということでね、今回比の文章問題のポイントは、比の位置がいくつかを出すっていうのが大事でした。そして、連比の問題はね、表で整理して、そして、分かってる2つの比を最小公倍数で揃えるっていうことね。これがポイントです。今回のね、動画についてもね、不安なところがあれば何度も何度も見返して構いません。それで、
繰り返しやってね、定着をしていきましょう。今回のね、授業に関してわからないこと、そして自分で解いてる問題集について疑問な問題があった場合は、ぜひいつも言うように先生のインスタグラムにね、写真付きで、質問してもらえれば、時間があるときになるべく早めに回答しておりますので、ぜひ遠慮なく質問してください。ということで今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。